はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ、はい、岸田総理がですね、なんと所信演説でですね、国家安全保障戦略を見直すぞということがですね、明らかになりました。これはね、素晴らしいと思う。本当にね、めちゃくちゃ素晴らしいと思います。これやってくれなかったら僕はね、これね、もう岸田さんのね、政権でちょっと支持できんかったなという、一番大きな点をですね、ちゃんと岸田さん見直すと言ってくれたので、これ本当に評価したいと思います。今ね、岸田さんのですね、支持率がですね、なんか期待よりも随分低いと、なんか 40%、48%、49% くらい、というような形でですね、低いじゃないかってマスコミが騒いでいるけれども、これはね、全く問題ないと思ってます。全く問題ないよ。だってね、今までね、政権が立ち上がった時っていうのはです、この政権は具体的にどんな政権になるのかわからないという状況の中で政権立ち上がっております。だからですね、こう、期待値だけを含めたですね、支持率がやたら高く出てたんですよ。ね、70% とかです、75% とか 65% とか、めちゃめちゃ小泉政権以降のね、政権って最初やたら高かったんですよ。でもね、小泉政権よりも前の政権というのはですね、どういう政権になるのかっていうのがある程度明らかになってから政権ができておりますので、悪い奴はね、20% 台からスタートとかしてるんですよ。小渕さんとかそうじゃなかったっけ？忘れちゃったけど。うん。20% とか 30% とかですね、かなり低いところからスタートしてる政権というのは全然珍しくないんですよ。で、今回ね、岸田さんの政権がなぜ低いかというと、今回ね、あれですよ、自民党のですね、総裁選できっちりと議論ができたからこそなんですよね。自民党の総裁選の中でですね、高市さんとか河野さんとかですね、考え方の違う方々が自分たちの考え方はこうであるというのをはっきり出してですね、この政権になったらこういう政権になるねってみんながですね、ある程度想定した上でですね、選べてるじゃないですか。うん。そのね、想定の元に立ったのが今の岸田政権なんですよ。だからね、ある意味、今を支持してても後から外れるわ、みたいな人たちは、もうすでに外れてるんですよ。うん。だから今ね、岸田さんを強く応援するぞっていう人間が 48% くらいいるというような状況があるというだけなんですよ。うん。だから後々いなくなるはずの人たちがですね、今先にいなくなってるっていうだけなので、僕ね、これに関してはあんまり心配してません。うん。多分ね、岸田内閣 40%、よっぽど下手なことをしない限りですね、40% を切るとかそんな状況にはならないと思いますよ。まあまあ不安なのはね、経済政策。経済政策は正直ちょっと不安があります。プライマリーバランスをですね、凍結するとかいう話になってないんでね、本当大丈夫ですかと。で、株価が下がっているのはタイミング的な問題だと思うんで、岸田さんのせいだとは僕は思ってません。ただね、こう経済政策に関しては若干の不安はあるんだけれども、それと同じくらい大事なのが今は国防なんですよ。今はとにかく国防なんですよ。でね、これね、後で読んでいくけれども、このね、国家安全保障戦略を見直すっていうのは、これめちゃめちゃでかいんですよ。要するに、日本をどうやって守りますかっていうことの戦略をですね、見直すっていうことなんです。これね、今から6年前くらい、7年前くらい、安倍内閣が作ったね、このね、NSS っていうんですけど、国家安全保障戦略ね、ずっと変わってなかったんですよ。これね、もうね、見直さなきゃいけない段階だったんですよ。で、今回ね、はっきりとこう記事にも書いてくれています。これどういうふうに見直すのか、はい、敵基地攻撃能力の保有も焦点となると。これは見事でございますよ。これね、高橋さんのおかげだと俺は思うわ。本当に。もう高市政調会長がね、もう裏手大活躍してるのがね、この記事を通じて伝わってくるんだよね。ね、俺たちが応援した人は全然間違ってなかったんだよ。岸田総理にです、のケツを蹴っ飛ばしながらですね、これね、敵基地攻撃能力は必要でしょと、必要じゃない理由を私に言ってみてくださいと、議論しますからという形で、そうなったらね、高橋さんに勝てませんからね、そうなったらもう盛り込むしかないんでございますわよ。でね、これね、これかなりいい方向に進んでると思ってます。で、これなんで見直さなきゃいけないんだっていうところなんだけれども、これ簡単だよ。台湾。台湾海峡の状況がですね、もう普通じゃなくなってきてるんですよ。これ台湾のですね、蔡英文総統、ついこの間述べたお話なんですけれども、台湾の蔡英文総統、中国が戦争を起こせば決死抗戦、たとえ我々が死んだとしても君たちに手ひどい一撃を加えるぞというような宣言をしてるんですよね。もうね、こういう宣言をしないと中国がいつ来るかわからないという状況になってきてるんですよね。中国今国内ボロボロじゃないですか。電力問題ご存知です。もうね、街からネオン消えてるんですよ。ガチでね、宇宙から地球を見たらですね、中国の形に黒い影がね、今できつつあるっていうような、これもね、大げさじゃないくらいの状況になってるんですよ。本当に。まあ、これね、原因がね、ちょっとよくわかんないんだな、でもね。これ、オーストラリアから石炭をですね、禁輸しちゃったから、自分たちが苦しんでるっていう話も当然あるし、それも実際事実だとは思うんだけれども、これね、でもね、オーストラリア以外から石炭をですね、保有してたりもするはずなんで、これね、それを放出すればですね、今みたいな状況で防げるはずなんだよね。防ぐ方法っていくつか絶対あったはずなんですよ。でも、習近平はあえてその方策を取ってないのね。今ね、これ、なんでこんな状況にね、中国追い込まれてるのか、ちょっとわからんのだよ。だから中国の中でね、これ何
何かに対する鬱屈をですね、不満をですね、どんどん溜めていってですね、それを台湾に向かって一気に爆発させようとしてんじゃないのかっていう意見もありますし、なんかね、俺もその可能性ちょっとあるなと思っていて、中国ね、もう国内今混乱状態ですから、その混乱した状態のまま中国はどんな決断を下すか分かんないっていうことなんですよ。で、それが危険な状況だっていうのを見て悟ったですね、台湾陣営がですね、今ね、世界に出ていって、助けてくれと、助けてくれっていうのもありますし、台湾は何があってもですね、自分たちは自分たちの身で身を守ると。ただ、あなたたちは私たちを支援してくれと。私たちが正しいと、台湾が正しいという、そういう発信をしてくれるだけでもありがたいみたいな話をしてるんですよ。昨日のね、及川さんの動画とか見ました？昨日の及川さんの動画。結構衝撃的だったんですよ。あれね、見てない方は後で絶対見てください。及川さんの昨日の動画。あのね、内容が本当にすごかったんですよね。台湾のですね、国防大臣みたいな方がですね、オーストラリアのテレビ番組に出ているんですよ。で、その中でですね、オーストラリアのね、司会者がですね、結構中国とあんたたちやり合って勝てると思うのかと、すでに軍事力の差が開いているけれども、どうするんだみたいな方で、結構ね、キワキワのえぐい質問をどんどんしていってるんですよ。それにね、よどみなくね、台湾の覚悟を持ったね、この防衛大臣が答えていくんだよね。でね、これね、中でもね、及川さんもとりあえず挙げていたんだけれども、これね、非対称戦略っていうことを何回も言っていたんだよ。これ何かっていうとですね、これね、軍対軍の正規の戦い、真正面からのぶつかり合いでは台湾は絶対中国に勝てません。もう一方的にやられるよ。そのくらい中国と台湾の軍事力ってもうね、いつ戦争になってもおかしくないくらい開いちゃってるのよね。で、しかもですね、これね、国防大臣のね、台湾の国防大臣のこれ考えたとですね、これ2025年、あとたった4年でですね、中国っていうのはね、台湾がどんな方法を取ったとしても中国には大して被害が与えられないくらいですね、の軍事力の差が開いてしまうと。今であればですね、台湾命をかければですね、中国 にですね、一矢報いることができる状態ではあるけれども、あと4年でその状況ですらなくなってしまうと。もう中国はですね、ほぼ無傷状態でですね、台湾を手に入れることができると。そのくらいの軍事力の差が開いてしまうんだと。本当に危機的な状況なんだということをですね、これね、オーストラリアのね、この番組の中で言っていて、で、だからですね、今助けてくれとは言わんと、俺たちは自分たちの身は自分たちで守るんだという、この、ね、覚悟を見せせてくれたんだよ。すごかったよ、あの番組。本当、及川さんの動画見ろ、マジでやばかったから。その上でですね、あなたたちに期待をすることは、我々は台湾の味方だと、口だけでも構わないからそう言ってほしいと、我々の行動は正しいんだということを世界に発信してほしいんだということを言ってるんですよね。で、ね、これがうまいんですよ、本当に。今ね、これ多くの世界の方々がですね、中国は間違っている、台湾は頑張れ台湾という状況がですね、作り上げることができればですね、中国は中国で簡単に攻めてこれないんですよ。そりゃそうだよ、国際中から非難を受けますからね、間違いなくね。いや、世界の敵だと認定されてしまいますから、その状況をですね、今一生懸命台湾のですね、重要人物たちはですね、海外を回ってですね、その状況を作ろうとしてるんです。で、ね、フランスにも行ってましたよね、これね、確かね。でですね、それだけではなくてですね、きっちりですね、中国に対して一矢報いるための武器の購入もしています。約ですね、5年間かけてですね、通常の防衛費に加えてですね、約9000億円相当のですね、防衛費の増額をもう計画をしていて、で、これはですね、今蔡英文政権ですからね、この要望というのは間違いなく通ります。要するに中国に向けたですね、新型のミサイル、中国をにぶち込めるだけの新型のミサイルをですね、アメリカから買うための予算なんですよ。で、これに関しては、議会は必ず承認します。今、蔡英文総統の側の政権が強いので、これ絶対に反対する人はあまりいないんですよ。だからね、これね、ガチで防衛費、これね、もともと1兆7000億円くらいの防衛費なんですよ。台湾で書いてあるね。そうだね。だからですね、何倍これ？だから、1.6倍とか 1.7 倍の防衛費をですね、ここに上乗せをしていくというような形になってくるんですよ。まあ、5年間だから、そんな単純にそんな比較ならないんだけれども、というのはこの台湾の覚悟っていうようなお話もありますし、あとね、これ台湾の蔡英文総統がですね、これね、アメリカでしたっけ？そうだね。アメリカの外交専門誌、フォーリンアフェアーズのですね、に、ある寄稿文を寄せていますと、台湾のことを見ていてください、世界の皆さんと。万が一台湾が中国の手に落ちればですね、これは壊滅的な結果になると。民主主義側のこの西側諸国にとってですね、台湾という国がなくなってしまうということは、これ壊滅的な手段になるんですよと。だから我々台湾はですね、防衛にあらゆる手段を尽くすから、皆さん見ていてくださいと。なんなら応援してくださいと。いうようなですね、寄稿文、これすごいでしょ？助けてくれっていう、はっきり言わないんだよ。俺、自分たちの国は自分たちで守るっていうこの気概を見せてくれてるんだよ。これね、日本人が見習わなきゃいけないことなんですよ、ほんと。ね、日本人はいざとなったらですね、アメリカ軍があるからってみんな言うんだよね。俺も言ってたわ。でもですね、台湾の方はそう言わないの。自分たちの領土は自分たちで守るんだと。この気概こそがですね、世界を味方につけるんだよ。ほんとね、日本はこれ台湾を見習わなきゃならんなと、ほんと思っちゃった。この文章ですね、もう結構有名なんで、これネットググったら出てくるからですね、絶対読んでください。これ読んでください。でね、このね、台湾のですね、この動きがですね、世界に大きな影響を今与えつつあるんです。
あるんだよ。本当にね、世界が台湾の味方になっているとしか思えないような状況がいっぱい起こってます。うん、これまずですね、アメリカ規制当局、中国国有原発大手のですね、放射性物質輸出を差し止めという形でですね、これね、これでですね、これね、中国ですね、これエネルギー問題今あるでしょ。石炭の自分たちで止めちゃったせいでですね、今ね、中国の約7割を占めるですね、石炭火力発電がほぼ使えないということで、中国国内今真っ暗という、もうなんか普通の企業ですらですね、電力が供給されず、もう自家発電でなんとかやってるみたいな状況になってきて、追い込まれてるんですよ、いろんな意味でね。そこに加えてですね、もう原子力発電すらですね、動かせないような状況にしてやろうというこのアメリカのですね、この言い分、これすごいよね。これガチでどうするの？ある意味ですね、これね、小泉進次郎がね、描いていた未来が今中国にあるんですよね。火力発電を止めよう、原子力発電も止めよう。だからあとは太陽光パネルとか水力発電とか再生利用、再生可能エネルギーでですね、日本を回すんだって言っていた小泉進次郎が描いていた未来が今の中国でございます。中国今真っ暗だよ。企業がですね、5日の操業のうちですね、2日しか操業できないという、そんな状況に追い込まれているんですよ。街の中ではネオンが消えたそうです。もう下手をするとね、タワマンのですね、エレベーターが止まると、そんな事態がですね、徐々に起こり始めてるらしいんですよ。もうね、日常生活すらできないっていう、これね、習近平何考えてこんな状況に追い込んでるのか、俺も不思議なんだけれども、まあそんなめちゃくちゃな状況にですね、さらに追い打ちをかけるこのアメリカっていうお話もありますし、これかっこよかったですね。これね、6カ国大艦隊、僕ね、ツイッターでですね、このメール見よ、この動画見てということで、ね、確か日本の自衛隊がですね、これね、6カ国、これとかアメリカとイギリスと、これ、アメリカのイギリスのですね、クイーンエリザベスをですね、中心にしてね、このね、世界最大規模のこの空母、クイーンエリザベスを中心にしてですね、これ、日本を含むね、中国を抑え込むぞというですね、オーストラリアも含めてですね、この、6カ国艦隊、6カ国艦隊がね、訓練やったんだよ。クソかっこええわ、クソかっこええわ、なんだこれということで、中国をこう、軍事力でも中国をビビらせまくっているという状況がありますし、あとアメリカの大統領補佐官がですね、これスイス行ったんだっけ、確かね。サリバンアメリカ大統領補佐官がそうスイス行ったんだ。スイスでですね、中国のですね、高官と会談を行っています。この中ではっきりとですね、人権問題のほか、新疆ウイグル自治区、香港、東シナ海、台湾などをめぐるですね、これ、アメリカが抱いている懸念をですね、がっつり中国の高官にぶつけてですね、圧力をかけるという面もありました。で、これだけではなくてですね、これ最近フランスがすごいんですよ。フランスのマクロン大統領ってゴリゴリの左寄りでしょ。どっちかというとあの人ね、中国寄りなんだよ、本当は。うん。でもですね、今ね、マクロンさんの次に大統領になろうとしているその候補者がですね、ゴリゴリの右側らしいんですよ。名前忘れてたけど、ね、新しいですね、大統領候補に名前が挙がってる方がですね、ゴリゴリの右寄りで反中国らしいんですよね。その反中国でにね、舵を切りかけているフランスがですね、最近の動きがすごいんですよ。フランスがね、これ見たでしょ。これ孔子学院は学問の自由を脅かす。これ日本でぜひ言いたいよね。孔子学院ってご存知ですかね。中国がですね、なんか中国の文化を世界中に広めようと、中国の文化を広めることは世界のね、若い子たちの協力にもね、教育にもですね、役に立つでしょうみたいな適当なことを言ってですね、日本にもあります。日本の15個くらいの大学はですね、この孔子学院をですね、学内に置いているんですよ。で、これはですね、中国のですね、考え方を広めていこうというんだけど、これね、中国のプロパガンダ機関と言われてます。うん、中国の思想、中華思想をですね、世界に広めていくためのですね、プロパガンダ機関っていうことはもう有名でございますよね。で、これに気がついたですね、フランスがですね、これね、孔子学院は学問の自由を脅かすんだということでですね、そんな報告書を発表しまして、これね、多分ね、フランスの中でですね、これ孔子学院追い出されると思います。追い出されると思います。アメリカなんかはですね、これもうすでに孔子学院どんどん閉鎖していっているというのがありますから、だからね、こういう動きをですね、フランスが追っていってるっていう話なんですよ。で、それだけではなくてですね、これね、ドローンでございます。これ、オランダの国防総省がですね、なんと中国の DDI のドローンをですね、排除するという動きに出ました。ね、これすごい、これわかります？これ。これファントムですよ、これファントム。いや、わかるでしょ？ DJI のね、ドローンでございます。僕もね、実はね、DJI のドローン持ってるんだ。ファントム。僕ね、ファントムじゃなくて、マビックの方なんだけどね。マビック持っちゃってるんだ。俺も捨てた方がいいのかな、これね。捨てた方がいいね。こんな感じでですね、これね、DJI ってね、これね、まあ中国共産党支配下の企業ではあるんだけれども、ある意味一企業に過ぎないんですよ。一企業に。でもその一企業の製品をですね、がっつりとですね、これ排除するというような動きがですね、世界中でこれ出てきてるんですよ。これ日本のマスコミ全然報じないからわからないけれども、これまあまあえげつない話よ。本当に。わかります？オランダのですね、国が、国家機関がですね、使っているドローンというのはいくつかあるわけですけれども、これ DJI のドローンが完全に排除するというお話になりました。ね。こんなことが世界中で今起こっているんですよ。まだあったっけ？とりあえずこんなところか。こんな感じでですね、この台湾海峡の問題にですね、端を発したこの中国問題っていうのがですね、これ世界中でですね、わー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 言われてるんですよ。にもかかわらず日本はですね、全然そんな報道ないでしょう。うん。でもですね、やっぱりね、政治家はですね、この岸田さんはですね、この手の問題をちゃんと分かっていたっていう
ということで、僕は本当に頼もしく思いました。というわけでですね、これね、どんな形でですね、この国家安全、国家安保戦略がですね、見直されるのかっていうのをちょっと読んでいこうか、正式にはですね、これ明日かなのかな、これ。あ、8日か、8日だから明日だね。明日ですね、この、ね、所信表明演説ありますから、その中身がですね、ある程度一部分だけですけども、明らかになったということなんで、先に読んでいきましょう。こういうね、前もってこういう知識を持っておけばですね、実際の所信表明演説めっちゃ頭に入ってくるようになりますから、ぜひ聞いてください。いきますね。独自、国家安保戦略見直し表明、所信演説概要が判明したと。これ産経新聞がすっぱ抜きましたね。岸田総理がですね、8日に行う初めての所信表明演説の概要が判明しました。外交防衛政策の基本方針、国家安全保障戦略 NSS ですね、の改定を表明すると。これは本当に素晴らしいと思います。今これ一番必要ですからね。うん、さっき言った通りですね、台湾海峡を中心としてですね、日本の環境はもう激変してますから、うん、この激変するね、日本のですね、この安全保障環境に、ちゃんとこの日本をですね、守るためのですね、この NSS をですね、改定していかなきゃいけない。これね、本当に、ね、高橋さんがずっと口を酸っぱく言ってたことをですね、やっぱ岸田さんやってくれるということなんで、僕はこの一点だけでも岸田内閣をですね、支持したいと思います。はい。現行の NSS は、平成25年に安倍晋三内閣で初めて閣議決定されたが、改定されれば初めてとなると。同時にですね、防衛計画の大綱やですね、中期防衛力整備計画を、これ中期防ですね、をですね、改定する意向を示すと、関係者が 6日ですね、明らかにしたと。まあ、こういうの漏らしたのも良くないと思うんだけど、でもちょっとこれ嬉しい情報だからちょっと喜んじゃうわ、私。はい。で、改定 NSS ではですね、経済安全保障を重視する考えを盛り込む見通しで、敵基地攻撃能力の保有も焦点となると。ここ本当ありがたいね。これ絶対持たなきゃダメよ。敵基地攻撃能力絶対持たなきゃダメだからね。はい。で、現行の NSS の策定からですね、7年以上が経過しており、米中対立の激化など、日本を取り巻く安全保障環境が激変しているため、改定が必要だと判断をしたと。これは正しいと思います。高橋さんがずっと言ってたことをですね、岸田さん盛り込んでくれたんだね。うん、本当ありがたい、うん。で、演説にはですね、日米同盟を基軸に、自由で開かれたインド太平洋を強力に推進し、中国に責任ある行動を強く求めると盛り込む方向で調整をしていると。北朝鮮によるですね、日本人拉致問題はですね、最重要課題と位置づけて、安倍晋三、菅義偉政権の方針を踏まえてですね、首相自ら条件をつけずに、金正恩総書記と直接向き合う角度だと表明すると。これはすごいですな。これすごいな。これワンチャン北朝鮮に出向いてでもですね、この問題解決するっていうですね、この覚悟でございますからね。ただね、この問題ね、解決はもうガチクソ難しいから、どのくらいできるかっていうところではあるんだけれども、でもこの北朝鮮にある意味赴くってこれ言ったにも等しいから、この覚悟はですね、素直に拍手を送ろうじゃありませんか。はい。で、憲法改正に向けてはですね、改憲手続きを定めた改正国民投票法がですね、6日に成立したことを受け、国会での議論を深めて、国民的議論の喚起を期待すると。で、首相がですね、看板政策に新しい資本主義に関連し、従業員の給料をですね、引き上げた企業に対する減税措置を抜本的に強化をすると。うん、これはまあ、いい感じなのかな。うん。で、さらにですね、看護師や介護士の所得向上に向け、公的価格のですね、抜本的な見直しを行うと、学童保育の拡充など、子育て世代へのですね、支援も推し進めると。これも、この辺は野田さんとか高市さんのですね、意見というのを結構取り入れてくれたんでしょうか。うん。やっぱり自民党総裁選のですね、議論というのは無駄じゃなかったな、という感じがちょっとしますね、これを見てるとね。で、一連の政策をですね、実現するために国民の政治への信頼が不可欠で、車座集会などを通じですね、信頼と共感を得られる支持で政治姿勢を打ち出すというようなお話でございます。で、まあいろいろね、いろんな話に及ぶと思いますけれども、僕はですね、この国家安全保障戦略の改定ですね、もうこの一点を明確に挙げてくれ。これね、河野君では絶対挙げなかったからね。まず間違いなく河野さんではあげませんでしたからね。あの人はもうこのまま行く日米防衛同盟があればなんとかなるとか、ようわからんことを言っていたから、あの人ではね、ここまで踏み込めなかったんですよ。ね。で、これ高橋さんがケツを蹴っ飛ばしたおかげでっていうのもあるけれども、岸田君はここまで踏み込んでくれました。はい、明日ですよ。これね、所信表明演説明日でございますからね、一体どんなことを語ってくれるのか、ね、みんなでしっかり聞きましょうね。ということで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。